こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。新型コロナウイルスが世界で猛威を振るっていて、韓国では感染者が激減し、行動制限も解除したようですが、その直後にまた感染が発生しているようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。テグで新種のコロナウイルス感染症の地域社会での感染が1週間ぶりに再び発生した。10日、台九市と中央防疫対策本部によると、同日0時基準でコロナテグの累積確認者は前日より2人増えた6861人だ。追加確定者2人のうち、70代女性の A さんは今月8日、老人雇用事業の施行前に実施した全数調査で陽性判定を受けた。残り1人は50代の女性で、今月8日に別の疾患で漆谷圭北大学病院に入院した際に受けた検査で陽性判定が出た。台九市側は追加確定者の疫学調査など感染遮断のための措置を実施していると述べた。テグでは3日以降、地域社会での感染がなかった。テグ地域全体の確定患者のうち356人は、全国23の病院で入院治療を受けている。これまで完治退院したところした人数は6411人で、完治率は 93.4% だ。政府が台九市に通報した海外入国者は、5174人、9日、午後4時基準で、30人、空港検疫10人、保健所選別診療14人、東テグ駅ワーキングスルー6人が陽性判定を受けた。テグでコロナの確定者が集団発生したソウルナシ退院クラブを訪れた人は13人で、いずれも自家隔離措置を受けた。13人のうち3人は陰性判定を受け、残りの10人に対する検査も進行中だ。それではネットの反応です。テグでの流行は終わりがないな。ワクチン出るまで終わりません。個人衛生を徹底しながら生活するしか。投稿反対します。窓フライ、どの地域でも無症状者がいるんですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。